そうだと思うよ。ね、相変わらず変わんない人だからね。うん、寝る前に両脇腕痛くなりって、そうでしょ、開けた。私もそうだよ。ね、どうしようもないよ、私もね。アイドル何、毎日が日曜日で朝から飲んでるよ。笑うってアイドルだって。これ面白いから見る、みんな見る。アイドル、アイドルだってよ。アイドルだって、うん、毎日が日曜日で朝から飲んでるよって歯が3本しかないの？え？下の歯が3本しかないこれ見たら怒っても笑っちゃうよね。この顔最高だよね。最高だねこの顔見たら、今さ、今見せてやればよかったね。ね、本人が笑いだと思うんだけど、ね、マイク持ってるん、そうなん、メガネかけて、面白いね。これどっちの歯？上の歯か下の歯？下だよね。これ本人見たら笑うんじゃない？私も怒ってもこれ顔見たら笑うよ。ありがとう、ありがとうね、朝から笑わせてくれてありがとうございます。ありがとうね。こちら笑顔だってね。あゆみちゃんいい笑顔ですねって、れいなちゃん歯が笑うってね、うん、こちらまるちゃん笑顔だってね、ちえもんさんみそっぱ笑うってね、みーちゃんおじいちゃんご機嫌笑うってね、あゆみちゃん、あやなさんですか、そうです、面白い顔ね、うん、毎日がアイドルだって、毎日が日曜日、朝から飲んでるよってね、うん、面白いねよくみんな考えるね、アイサムネね、うん、最高に面白かった。あれ怒ってたら笑い出すよ私ね。チェーモンちゃん、いつもこのような笑顔がだといいねって、そうですね、本当だよね。あゆみちゃんアイドルだってあれでね、あゆみちゃんそうなんだ、笑うってね、面白いねあれね。確かにあの顔面白い、最高だよね。ありがとう、私も怒っても思い出すよね、思い出す、また食べるね、ありがとう。うん、みかんちゃん、よせさん、朝公園でおっさんたちがビール飲んでる、え、人いた、いたよ、うん、まさにあいさらさんとかと思ったって、そうなん、うんうん、公園行かないね、おじいはね、そうだね、そういう人がいっぱいいるんだね。ね、うん、そうなん、みかんちゃん、うん、朝から飲んでる人もいるんだね、ね、たまげたね、うん、本当だね、みかちゃんは女性だもんね、前女性って言ったもんね、ドーンってそうだよね、うん、うん、あ、上田さんおかえり、スティーブンセガールか。でね、スティーブン・セガルか、うん、お侍君、ヨシエ殿こんにちはでござるって、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、あれレイナちゃんよって、味噌ポテトコロッケみたいな感じかなって、うん、そうね、甘いね、甘味噌がついて中はさじゃがいもだからちょっとコロッケって感じ、味が違うね。これでソース味もあるんだって。でも私味噌の方が好きだよ。これソース味だったら
本当にね、コロッケみたいだよね。そうだよね。うん。ね。うん。うん。おいしい。うん。いい加減だね。お弁当食うより美味しいですよ。ね。うん。うん。冷やそばもまだ入ってるんだよ。ね。うん。でもこれ食べれば十分だね。もうね。うん、天ぷら昨日食べたからね。うん、ああ美味しい。うん。うん、美味しいよ、うん、これ昨日買ってきてさ、こういうもの冷蔵庫入れない方がいいのね、うん、油もんはね、うん、冷蔵庫入れるとさ油がかえっちゃうもんね。そうだね、うん、うん、レーナちゃんね、うん、コロッケみたいって、これソースだったらねコロッケです、うん、でも味噌ポテトだから甘いんですよ。甘いね、うん、ちょっとね、うん、唐辛子が効いてるかな。美味しいですよ。ね。唐辛子がちょっと効いて、美味しい。ね。うん、最高だよ。ね。うん。でいじゃないよってね。妖精さん。そう。毎日幸せって。ありがとう。ありがとうね。うん、こちら。リトル。リトルフワッチフレンド、ありがとうございます。リトルフワッチフレンド、ありがとうございます。ありがとう、レイナちゃん。レイナちゃんよ。ありがとうね。うん。ミニちゃん。リトルフワッチフレンド、パチパチってね。ありがとうございます。ありがとうね。うん。うん、ありがとう。のんのんちゃん。アイテムナイスって、ありがとうございます。ありがとうね、うん、まるちゃん、あしたベイですか。そうなんだよ、まるちゃん、うん、頑張って行ってくるからね、ね、うん、行ってきますよ、まるちゃんね、うん、まったくね、うん、あのさ、着るもんが困るんだよね、うん、あの、いっぱいあるんだけど、ここね、こう見えたら困るでしょ。だからさ、あのタンクトップとかいっぱいあったんだけど、着るもん限られちゃうでしょ、ここね、やってるから。うん、まるちゃん、1週間早いねって。そうなのよ、早いよね。まだね、日曜ぐらいならまだいいんだよね。あ、日曜来るとあれか、ダメ、土曜あたりがいいね、まだね。恐ろしいよ、早いよ、ね、早い、本当に、ね。前に2時間半で行ってきたからね。今外35度、こりゃ暑い。暑いよ、35度、ね。もう9月ですよ。ね、うん、こっちはね、36度ぐらいよ。ほんで、明日も暑い。でね、その次の日はね、金曜日はね、あれになってるよ。晴れ雨になってる。うん、だから明日行ってくるよね。頑張ってね。春、うん、ちゃん、秋らしくなりませんね。そうですね。うん、ずっとこれ夏みたいだよね。これじゃ9月に入ってね。そうですね、うん、早く涼しくなってほしいんだなって。そうですよね、うん、ほんとね、うん、これじゃ暑くってさ、電気料かかるしね。さおまるちゃん、こんにちは。よせさん、私、女です、確認してナイスします。違うさおまるちゃんか。あら、前見たよね、この方。
ね、あら、あれ同じさおまるちゃんかな。おかしいな。ありがとう。前借りてみたわよ。さおまる、こんにちは。妖精さん、私女です。確認して、ナイスします。ありがとう。ありがとう。じゃあさおまるちゃん二人いるんかしら。二人。前見たとき男の人だったよね。二人いるん。女性ですよこの方。ね、前見ても見たことあるよ。サムネ。うん。さおまるちゃん二人いるんかさ。おかしいな。のんのんちゃん、夜は涼しかったですって。そうですね、うん、昨日涼しかったね、うん、あの向こう行ってクーラーつけないで寝られたもんね。スプリンガンさん、ナイスをしましたって。ありがとう、ありがとう。さおまるちゃん、さおまるムカサブトリ最近作りました。あ、そうなんですか。あ、2つあるんですね。さおまるさん、写真はトイプードールって。そうなんですか。あー、あー、かわいいですね。さおまるもかね、してます。あ、混乱してすいません。大丈夫ですよ。ありがとう、ありがとうね。あら、かわいいね。かわいい、かわいいわ。なにこれ。前にさ、なんか、あれ、ぬいぐるみみたい。かわいいね。なんかさ、ボールみたいなんか前にあって、かわいいね。マッチしてる。あ、かわいいですね。かわいいワンちゃんね。そうなん、さおまるちゃん枠がいっぱいあるのね。かわいいね。すごいかわいい。このマッチしてるわよね、このボールがさ。これすごいかわいいね。ありがとう。いっぱい持ってんだね、さおまるちゃん。そうなん、ありがとう、ありがとうございます。ってかわいいですね、モカちゃんってね。やだ、かわいい。布のボールです。あ、布のボール、和風でいいね。どうもマッチしてるのよね。かわいいね、さおまるちゃんね。そうなん、みーちゃん、やだ、かわいい。ありがとうございますってね。まるちゃん、かわいい。トイプー、あ、トイプーってやつなの。そうなん、私、うん、犬の種類ちょっとわかんないのよ、うん、あゆみちゃん、かわいすぎるってね。ぬいぐるみかと思ったよね、あゆみちゃんね、うん、のんのんちゃん、かわいい。おめめが、ね、まんまるねって。ほんとね。さおまるちゃん、もか、我が子よりかわいくてって。そうなんですか。そう、うん、あのさ、さおまるちゃん、あの男性は旦那さんじゃなくて、さおまるちゃんの子供さんだったの、あのイケメンの人。れなちゃんよ、たまちゃんは相原さんが好きですね。 YouTube 見たら相原さんの布団にいますねって。そう、あの布団にいますね、確かにね。ふりこさん、よせさん、遅くなりました。ナイスパチって。ありがとう。ふりこさん、いつもありがとうございます。ありがとう。ありがとうね、ふりこさん。今日も暑いですね。うん、ね、ふりこさん、遅く、遅く。だって女性はお仕事いっぱいありますよ。ふりこさん、ありがとうございます。私も遅く開いたんですよ。今ちょっと前なんですよ、ふりこさん。ありがとうございます。ありがとう、ぷりこさん。ゆなちゃん、 KP ニコ、ありがとうございます。ありがとう。ちぽちゃん、よせさん、こんにちは。ナイスに来たよって。ありがとうございます。
ありがとうね、ちぽちゃん。ありがとう。ね、こちら、ひんちゃん。こんにちは。あっちよって。ナイスポチッ。ありがとう、ひんちゃん。ひんちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。こちら、お、おねしゃすって、たまちゃんはって。たまちゃんいるよ。向こうの部屋の廊下で、廊下にいる。うん、クーラーが涼しすぎてさ、廊下にいるよ、たまちゃん、うん、いつも廊下にいる。部屋だとね、あれよ、餌は食べ、こっち来るけどね、うん、みかんちゃん、よせさん、肉まん好き、うん、うん、肉まん、うん、好きだよ、たまに、うん、やっぱり冬がいいな、肉まんね、うん、好きだよね、うまいよね、うん、ピザまんとかいろいろあるけど肉まんがいいな、うん、そうだね、甘いもあんまり好きでねえな、肉まんがいいよね、みかんちゃんね、うん、プリコさん、どんなに忙しくても必ずナイスはしに来ますねって、ありがとうございます、ありがとう、プリコさん、ありがとうございます、ありがとうね、プリコさん、そうだよね、前さ、うん、あれだよね、ゴルフ行ったんだよね、プリコさんね、それでもナイス、今ゴルフ場だって言ってくれたもんね、うん、ありがとう、プリコさん、いつもありがとうございます、ありがとう、レイナちゃんよって、タマちゃん来たって、タマちゃん、あ、ほんと来た、ほんとだ、タマちゃん来たね、ほんとね、来たって、お水飲めね、お水ね、やっぱりさ、水分補給だね、タマちゃんもね、そうですね、ほんとね、あ、おねしゃさん来たよってね、ちぽちゃん、たまちゃんかわいいよってね、そう、かわいいね、のんのんちゃん、たまちゃんだってね、こっち、みかんちゃん、私今ピザマン食べてるんです、そうなんですか、あ、そっか、肉まんじゃなくピザマンね、そうなん、うん、ピザもね、好き嫌いあるけど、ピザもうまいはうまいよね。甘いより私いいかも。うん。ね。ありがとう。ああ、そうなん、ピザマン美味しいね。一つ食べればお腹いっぱいでもないか。一つじゃちょっとお腹すくね。私は味噌ポテトよ。二口。ね。でかい口開くよ。ありがとう。うん。パンパンさん、肉まんピザマン、今日セブンイレブン、あ、108円だよ、ほんと、え、昨夜食べたいつも、うん、え、昨夜食べたいいつも160円近くするよ、今日は安いの、ほんと、うん、108円で買えるんだ、ほんと、えらい値段違うね、うん、食べるんだら食べた方がいいね、確かね、うん、そうなん、うん、こんなにお値段が違うんだ、すごいね、そうなん、108円で今日は売ってんの、うん、今セブンイレブン、どこのセブンイレブンでも同じかさ、セブンイレブンによって違うのかな、パンパンちゃんね、こっちもそうかな、みーちゃん、たまちゃん、上品にお水飲むね、うちの猫はマリオ水浸しにする、大変だよ、ほんと、たまちゃんはね、水浸しにはしないな、ベロがあれかな、長いのかな、猫によってね違うもんね、みーちゃんね、みかんちゃん、今日までセールかな、そうなん、確かってそうなの、うん、みかんちゃんもよく知ってるね、間違えたらごめんね、うん、大丈夫だよ、大丈夫、うん、なあに、みかんちゃんはね、そういうの買い行くときさ、注文するの、注文するん、だってみかんちゃん車椅子でしょ、車椅子で行くの買い物に、え、
みかんちゃん大丈夫なんかさ、だってくるみかんちゃん車椅子だよ、はるちゃん、たまちゃん久しぶりだってね、かなりえずきちゃんこんにちは、いつもありがとう、あり、たまちゃんカメラ目線だって本当ね、カイト様こんにちはね、パンパンちゃん全部全然かな、キャンペーンでセブンイレブンアプリで出てたよ、そうなんですか、ほんとね、ほなみかんちゃん、いや車椅子で行くよ、すごい、そうなん、大変ね、あーすごいね、あー大変だねみかんちゃんね、うん、でも国道とかなければいいよね、そうだね、国道もね大変だよね、うん、大変ね、あーみかんちゃんよく知ってるね、安いってね、安いと買った方がいいもんね、あ5分で行けるから、そうなん、じゃあ近いんだね割とね、そうですか、うん、5分か、そうだったらねいいね、偉いよでもね、私はくねできないもんな、こいでな私は、うん、偉いね、一人でね介護って偉いよね、すごいね、でも行くのも大事だよ、大事だよね、わかるわかるよね、大事だよね、ほんと私買い物行けないもんな、全然な、もう無理だもんな私は、大事だよ、腰と足が大事ね、たまちゃんずっといるんだけど、電動車椅子もあるね、あそうなんだ、みかんちゃんね多分電動だと思う、掃除機もかけるって言ってたもん、電動って言ってましたね、はい、こちらレイナちゃんよって、ありがとう、たまちゃんとの出会い教えてくださいってね、ありがとう、うん、ふわふわくまちゃんありがとう、ありがとうね、ありがとうね、たまちゃんはね、なんだっけ、ペットショップに、いたんだよ、ほんでね、おじいさんがね、金魚飼ってた、金魚ね、ほいでね、金魚をね、飼い行ったんだよ、そこのペットショップ。ほいで、お友達に連れてってもらって、そのお友達と私は車の中で待ってた、金魚飼ってくるって言うからね、そうしたらおじいがね、来る、おこっち来てね、おいおい、かわいい猫がいっぱいいるから、降りてみろって言って、それで行ったのよ。ほいでね、にゃんこ見てて、ほいで、あ、出会いなのよ。買ったのよ、たまちゃん。ね、それが出会いなの。金魚飼いって、かわいいにゃんこがいる。ほいで見てね、ほいで、ここ、みーちゃんってのがいたんだよ。みーちゃんが出てっちゃった。かわいそうだった。たまちゃんね、バーってね、買ってきて下ろしたら、ね、みーちゃんがね、出てっちゃった。会わなかったんだろうね、きっとね。そういう出会い、ね、れいなちゃん。ね。そう、おーだーって、連動。車椅子だよってね、あ、ゴールデンキャデラックさん、ケイティありがとうございます、ありがとう、松潤さんコンコンってね、あ、いつもありがとうね、こちらエレナちゃんよって、え、心温まるエピソードありがとうございますってね、そう、それが出会いだね、たまちゃんはペットショップで買ってきたんですよ。ね。お値段安かったよ。3000円。ね。松潤さん、暑いから水分補給してね。ありがとうございます。ありがとうね。水分補給今やってるよ。パンパンちゃん、あ、
たまちゃんかわいい、ありがとう、安いねって、そう、3000円だったよ、たまちゃんね、たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、なんかね、たまちゃん、いい感じ、いいなってね、れなちゃんよ、大人になってたらね、大人になってたからかなって、うん、そうだね、みーちゃんが出てっちゃった、たまちゃん買ってきたら、うん、ね、合わなかったんだろうね、さゆりちゃん全然ついてないねって、そうなのね、うん、普通はさ2匹でも仲いいわけだけどね、そうだね、はるちゃんあんまり泣かないですね、そう、たまちゃん泣かないよね、ね、たまちゃん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 、私がね、いつも一緒にいないから、うん、あのね、私が終わって向こう行くとね、私のそばへ来るよ、ね、うん、だからここにいるのかな、ね、たまちゃん、たまちゃん、心配だよ、大丈夫よ、たまちゃん元気だから、うん、今あんまり食欲ないんじゃない、暑いからね、うん、キャットフードね、うん、は食べるけど、あのとろみはくれてもね、食べないとあの固まっちゃうのね、うん、そうだよ、サメポポ丸ちゃん尻尾で返事してる、本当たまちゃん、そうだね、尻尾で返事するよね、確かにね、のんのんちゃん、よしえさんのそばがいいんだって、そうですね、きっとそうよ、カイト様メガホンごこありがとうございます、ありがとう、ありがとう、まつずんちゃん、うんってね、パンパンちゃん、たまちゃん癒されるよ、あ、そうだね、好きなタイプ赤信号かなってね、え、何これ海藤さん、ふわっちメガホンありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、みーちゃんおねだりする必要がない、玉はあまり泣かないみたいよって、そうなのよね、みかんちゃん笑うって、あゆみちゃん、たまちゃんが本当のアイドルだねって、そうですね、さっきのアイドル間違いよね、あゆみちゃんね、歯が3本でね、アイドルってね、毎日が日曜日朝から飲んでるってね、あのアイドル間違いだよね、れいなちゃんよって、相原さん来る、よか笑う、ほんと、テレビ見てるよ、テレビ多分ね、いつもね、植木はげるって嘘、はげない、今日も11時半ごろ起きたんじゃない、11時半ね、七瀬のイベントを盛り上げたさ何サマーサマーサマーパメーメガホン参考ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうねありがとうね、交換するってね、ありがとうございます、たまちゃん動かんねあー、これ食べちゃうか、あと2つあるね、
味噌ポテト。さゆりちゃん、今日はしんごさんお出かけ。そうだよ、しんごいない。起きる時もういなかった。何やってるかわかんないよね。みーちゃん、お薬飲まなきゃだからねって。そうなんですよね、うん、うん、朝飲む薬これからだよね、うん、ずっとも変わんねえ、あのおじいさん。何も変わんないな、あのおじいさん。またテレビ鑑賞で終わりだ。大変だね、本当に。暑くってさ、本当暑いよ。参っちゃうね。ありがとう。希望さん、今日は味噌ポテトだけかな。そうです。うん。うん、あとさ、2つ食えばお腹いっぱいだね。これね。もうお腹いっぱいだよ。あとはさ、なんだっけ、冷やしそばとね、ペンネサラダっけ、ペンネサラダ、うん、あれがあるんよ、うん、両方好きだけどさ、うん、冷やしそば昨日買ったからさ、まだ持つでしょね、うん、今夜でもいいからね。それともね、あのデイ行くときはさ、ちょっとしたもん食べても、こうなると向こう行って食べられないから、うん、果物食べてって。そうね、果物ね、カムくん用意じゃないんだよ。あのね、あろ仏様にお盆にあげたのがあるで、困ったんね。困ったよ、リンゴとか剥くの大変なんだよね。あとグレープフルーツ、この間キウイフルーツでやっとく食べたのよ。まちょこちゃんに教わってさ、半分に割ってスプーンで食べればってまちょこちゃん教えてくれてね。そう、グレープフルーツは食べたんですよ。あとまだあるんだよね。じゃあね、あれなんだっけ、キウイフルーツ、うん、むくみにいいんだよってまちょこちゃん教えてくれてね、うん、それは食べたんだけどね。まだね、仏様に上がってるもったいないね、うん、お盆のだよ、お盆あげたやつだよね。盛り合わせ買ってきたのよ。あのあれだけじゃかわいそうだから、おはぎだけじゃね、うん、かわいそうだからね、盛り合わせ買ってきたんだけどさ、リンゴは輪切りにします。そうだね、皮むかないよって。そうなん、うん、あ、皮むかないで食べろ。ほんと、私輪切りじゃダメ、歯がない、下の歯がない、家だけ、うん、だからね、噛めない。うん、うん、いいね、歯がいいとね、うん、果物いいよね。あけいさん、よしえさん、何食べたんって、私、うん、あれ味噌ポテト、うん、あ、いるよ、玉いるよ。なんでおじいさん玉がいるって言ってもね、うん、ありがとう。そう、味噌ポテト、うん、味噌ポテト食べたね、うん、ああ今度は薬飲むね。今度は薬だ。よいしょ。いやー、手が震えちゃってさ、蓋もできねえんだね。やっちゃうね、こんなんね、体。かわいそうだよね。
かもできないんじゃんね。あ、そっか、リンゴをすりおろし美味しいですよって。ほんとね、硬くてってみかんちゃんね、そうだね、昨日食べたよ味噌ポテトって。そうですか、ケイさん、あ、くっちゃねさん、ありがとう、こんにちはって、いつもありがとう、あ、金のメガホン、ありがとうございます、ありがとう、くっちゃねさん、ありがとうございます、すみさん、冬が好きだって、こんにちは、ナイスポチですって、ありがとうございます、ありがとう、すみさん、いつもありがとうございます。ちょっと落ちっこしてきていい？ごめんね、落ちっこでとかね、ちょっとたまちゃん行っちゃうかな、私が行くと大丈夫か、ちょっと行ってくるね。ね、ありがとう、ありがとうね。1、2の3で立つんだ。1、2の3、持ち上げるのがよいじゃない、よっこしょーって、ありがとうございます、ありがとうね。ちょっと行ってきますね、ありがとうね。たまちゃん行っちゃうかさ、私がいないとどうかね、どうかね、たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、おちっこしてくるね。ああ、おちっこしてくるよね。よいしょ、よいしょ、どっこいせ、よいしょ、あっちね、こっちは、あっちあっち、どうしようかな、作ってな、わあ、暑いな、よいしょ、
いしょよいしょよいしょ。さあ薬飲んでね。よいしょ。よっこいせ。たまちゃんここでね寝ちゃったよ。ここがいいんだろうな、やっぱり。たまちゃんね寝ちゃったよ、皆さん。いいんだよ、たまここにいるから。いいから。大丈夫。いいから。あんたテレビ見てんだからいい。たまのうんこも取れないんで。庭にしてあって。あんなテレビ見て寝れ、うんこぐらい取れへんじゃん。ダメだよ、あの人は。だから私もね、一緒にいても年中喧嘩してる。だってテレビ見てんの、庭にうんこしてあるんよ。庭のうんこ取らなくちゃ、最初やることはね、やることは先やらなくちゃダメだよ、あれで。ねえ、たまちゃん、たまちゃんいますね、ここにね、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、たまちゃん、たまちゃんいますよね、ありがとう。あいはらけけごってなに、プリケツさん、ばあさんや生命保険、何？ゆりちゃん、よせさん、こんにちは。ナイスをしたよ。ありがとうございます。ありがとう。七日のふわっちくん、中見さハート、ありがとうございます。ありがとう。ブリケツさん、ばあさん、いつの間に歩けなくなったのかって、私、なんかね、足と腰が悪いのよ。いつだっけ、前は100円ショップの杖であるけど、うん、今はね、こういう杖がないとうちにいられない、うん、あいはらはは、来そうだよ、来ないよ、うん、あゆみちゃん、たまちゃん、よせさん好きなんだね。そうなんですよ、ここでね、おねんねしてますよね、うん、かわいいでしょね、あまみちゃん、こんにちはって、いつもありがとう。ありがとう。たまちゃん見る？見る？怒ったら大変。たまちゃん。たまちゃん、こっちだよ。たまちゃん。たまちゃん。たまちゃん。こっちだよ。たまちゃん、尻尾で挨拶してる。尻尾。ね。たまちゃん。ありがとう。皆さん、たまちゃんに。たまちゃんにナイス、よろしくね、よろしかったら、もう食らっていいよ、向こう行ってて、たまちゃん、たまちゃんにナイス、よろしくお願いします。たまちゃんナイス、よろしくね、ありがとうございます。もういいから向こう行っててくださいね。たまちゃん、ありがとうね。たまちゃん尻尾で挨拶してます。たまちゃん、たま、いいよ、向こう行ってて、向こう行ってて、いいから。はい、たまちゃん、ありがとうね。たまちゃん、ありがとうね。ね、あのじじはダメ、口だけだから。ありがとうございます。ありがとう、あゆみちゃん、ふわふわくまちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。面白いアングル、笑うってね。そうでしょ、うん、また来た、たまちゃん、たまちゃん、ここがいいんだって。向こう行ってくださいね。パンパンちゃん、ありがとうございます。たまちゃんいないと寂しいな。みーさん、こちらいいね、プレゼント、ありがとう、ありがとうね。おねしだす、あいはら、たまにすっごいよねって。そうだね、こっこちゃん、こんにちは。たまちゃんかわいいよ、ナイスポチって、ありがとう。こちら仲良しハート、ありがとうございます。ありがとう。タクちゃん、俺のことをケツメトって言うなって怒ったおじいさん、
笑うってね。そうだね、ね、あれダメ男だからね。いや全然口と違うから、うん、脳なんかじゃない、いくらか脳なんか。あ、ジュリーちゃん、タマちゃん、テレビの、あ、タマちゃんテレビの音が大きいから、そうだね、避難してるのか。そうかもよ、ジュリーちゃんね。フローキャンセルさん、あやらが狙ってる、笑う。タコちゃん、毎日飲みすぎだよ、笑う。そうでしょ、今お聞きたでしょ、看護ね、よくねえよ、あれ、昼間からだから。ほんでテレビ見てろ、何のためここにいるんかわかんないね。今ね、たまちゃんのうんこがね、あのね、庭にあるんだよ、庭ね。ああいうの咲き取るんが普通だと思う、肺がたかるからね。そうだね、ゴミ出しするね、飲んでテレビ見てる場合じゃないですよ、順序が違います。だから私ああいう人大嫌いね。テレビ見てね、飲んでる場合じゃない、うんちをね、ビニールで取ってね、捨てるんが普通ですよ。いつにか捨てると思うけど、間違いです。やってることが全て間違い、だからうまくいかないんですよね。本当だよ、みかんちゃん、たまちゃん、自由がいいね。そう、あやらさん、たまちゃんが嫌がることをしたら余計に嫌いになるよね。そうですよ、あ、妖精さんってそうだよ。ちぼちゃん、猫は自分が居心地いいとこにいるから無理に連れて行ったりはかわいそうだ。そりゃそうだ、自由だもんね、それが一番ね、優しいよね。そうね、無理やり連れてくんだよ、たまたまね、ねえ、ダメだよ、あの人は間違ってるね。えタマちゃん、ほら尻尾を振ってるよ、タマちゃんって言うとね、かわいいね、かわいいよ、マミーちゃん、タマちゃんだって自由が欲しいんだよ。そうだよ、人間だって同じだもんね。そうだね、縛られたくないよね。ねえ、そうだね、みんなね。お、たまちゃん、今度はキャットフード食べるよ、ね。たまちゃん、たまちゃん、キャットフード食べるの？うん？あれが食べたいかな？どうかな？食べるの？キャットフードでいいでしょ。暑いからね。しばらい。縛られたら誰だって嫌なやつで。そうだね、みかんちゃんね、本当だね、その通りだよね。自由がいいよな、わかるよね。たまちゃん大丈夫か、お薬飲みますかね。よいしょ、お薬飲む、今セールイレブン行ってきた。セールしてたねって。そうですか、みーちゃん、ほんと。じゃああれか、肉まん、ピザまん、あんまん、安いのね、180円がするんだね。そうなんですかね、本当、いいね、そういう時買った方がいいよね、本当だよね、まったくね、いろいろあるね、人生、まったく。よいしょ、薬飲むもね、大変ね、毎日ね、血の薬と、あと何だっけ、胃薬、胃薬、お胃薬ね、どっこいしょ、胃薬と
そうじゃねえな、胃薬と、あとなんだ、胃薬と血圧だな。血圧どこにある？血圧、あれ血圧、行くやつね、ないと困るよ。ありがとう。タナちゃん食べてるわ。あ、これだけ飲めばね、安心よ。ね。あと痛み止めもあるんだけどさ、私の痛みつんじゃないんだよな。歩きづらいんだよな。なんか知らないけどさ、ギク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 して歩きづらいっていうのかな。よかったな。なんて言っていいかわかんないな。飲むね。あとは、胃の薬と、あとはね、鉄分だね。食べた、飲んだか、飲んだ、やっと飲みました、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。みーちゃん、何、あんまんは安くない、肉まん、ピザまんと、そうなの、マルオさん、ヨセさん、ナイスしたよ。ありがとう、マルオさん。ありがとうね。いつもありがとう。みかんちゃん、パンパンさん。そうですね。でね、みーちゃん、そのコップ、いいね。氷入れても、コップの周りに水滴できない。できないよね。で、氷が保つんね、結構ね。ずっと持ってる。何時間も。ねえ、アニメ。はじめ文句言ったけど、いいね。丸尾さん、また名前とサムネ変えたのって。変えたん、昔の妖精さんと新国見ましたよ。ほんと、丸尾さん、また名前とサムネ変えた、見てみる。あら、かわいい。かわいいね。マルオさん、かわいい。こんな、ワンちゃん飼ってるの？かわいいね。ふさふさだね。すごいよ。かわいい。ね、マルオさんのサムネだよ。かわいいね。ね。ワンちゃんもいろいろな種類あるね。すごいね。いいね、とってもかわいい、ありがとうね、丸尾さん、ありがとう、ありがとうね、かわいいですね、かわいい、みーちゃん、墓場に返してこいよって妖精さん言った時は声出して笑った。そっか、これね、鼻入れでしょ、丸尾さん、そうですよってね、みーちゃん、ほとんどかわいいねってね、
本当だ、可愛い。可愛いね、マロさんね。可愛いよね。可愛いワンちゃんね。いろいろいるのね、種類がね。すごいですね。可愛い。みーちゃんのも見るかな。たまに私のサムネ、私のサムネ借りてみます。ありがとう。あら、こんなにこやかに私することあるんですね。あら、ね、デーでこの間撮ったけど、こういう顔だったらよかったな。こんなにこやかにしなかったよ。ね、ありがとう、ありがとうね。これあれかな、あれと一緒に撮ったやつ、なんだっけ、パルちゃんと。ね、ああいうのはさ、撮るときさ、スマホに自分の顔映るからどうにでもなるのよね。だけどさ、デイのはさ、スマホに自分の顔出ないからさ、ね、あんまこういう顔だったらいいけどね、これはパルちゃんと一緒に撮ったやつでしょ。そうですね、こんなにこやかな顔することあるんですか。私もありがとうございます。ありがとう、嬉しいな、これね、これいいよ、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。こちら、そう、パルちゃんと一緒のやつだよ。そうですか。ああいうのはさ、自分でほらこう映されるから、こう映るじゃん。そうそう、自分でね、にこやかにできる。でも撮ってもらうってさ、向こうの自分で映れば顔を作れるけどね。そう、アジャスミーさん、ありがとう、ごめんね、滑っちゃって。マルオさん、ヨセさん、可愛らしく笑ってますよ、ありがとうございます。マルオさん、リトルファッチフレンズ3個プレゼントした。あれ、リトルファッチフレンズ、いやいや、ありがとうございます、リトル、ありがとう。こちら、マルオさん、盛り上げにゃんこちゃん3個ありがとう。あ、にゃんこちゃん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 、すめー、ありがとう。あ、にゃんこちゃん、にゃんこ、にゃんこちゃん、なんかにゃんこちゃんになったねって。そうですか、いいんですか。あ、にゃんこちゃん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 、すめーって。あ、にゃんこちゃん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 、すめーって。ありがとう、マルオさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。ユンの顔を作って写真撮りたいねって。そうですね、そうですね。シンゴね、作ってくれないのよね、私のね、サムネね。自分の顔を作って写真撮りたいね。あれがね、マイナンバーさ、今度は作んなくちゃね、ダメなんだってね、今度ね。そういう時顔写真いるんでしょね。ワッチも間違うのねって。あ、マルオさんね、そうか、フワッチが間違ったのね。リトルね、あのフワッチフレンズって言ったら、あれね、にゃんこちゃん出たのね、マルオさんね。フワッチも間違うのねって。そうですね、ほんとね。あっこちゃん、かわいいお顔だって。ありがとう、ありがとうね、あっこちゃん。あら、たまちゃん行っちゃったよ、食べてね。たまちゃん行っちゃったよね、ありがとう、にこやかに笑ってるね、ありがとうございます、ありがとうね、ほんとね、にこやかに笑ってる、ありがとうございます。あれかい、寒い？いや、別に。ありがとうございますね。ありがとうね。よいしょ。あと何？
ありがとうございます。みーちゃん、ありがとう。かわいい。ありがとう。本当にね、ヨセさん、少女みたいな笑顔だって。ありがとう。かわいい。ありがとうございます。ありがとう。まるおさん、おじいさん、おやつかなって。ね。なんか、テーブル拭いたんじゃない？私怒るから。うんね、テーブル拭けって食べたらね、うん、あ、多分ねテーブル拭いたんだよね、うん、どっこいしょちょっと待ってね、ありがとうございますね、うん、この足のグラグラがなければいいんだけどね、筋肉がないのかな、ね、おじいちゃん偉いよってジャスミンさんね、マルオさん、テーブル付近にいらっしゃったんですか？そうです、うん、私がね、食べたとこ自分で拭けって言うんだよ、私いつも拭くからさ、ね、私ね、具合が悪くなきゃ拭くんだけど、あそこまで行くの大変なのよね、私が杖ついてね、だからね、いつも言ってるんですよ、ね、そうなのよ、ね、ね、ありがとうございます、面白いですね、短時間でお気になられました、本当ですね、本当ね、あっという間ですね、短時間ですよね、確かに、はいって丸尾さん面白いね、丸尾さん面白いね、短時間ですよね、確かにね、ジャスミンさん、おじいちゃんスーパーマンですから笑うってね、みーちゃんはやわざ笑うってね、なんでも早いのね、そそそそそっぱいのよね、なんでもね、もうきちんとしない、ね、ありがとうございますね。これあのさ、植木はげるって言うけど、変なのはげられちゃ困るからね。私もね、ボタンとかはげられたら困るよ。ね、ボタンはね、木は枯れてるけど、あれ枯れたような木なんだよね、ボタンってね。うん、みんなさ、困るからね、壊されたら。私の大事な。まだ庭やらねえよ、テレビの音がする、やらない、いつもねやるって言うけど、今日だって11時半ごろまで寝てたよ、ね、今最高のあれじゃない、老後じゃない、お仕事やめてさね、いいね、早わだって短時間で綺麗に拭けるの、相原さんってそうだよね、いい加減なんだよ、やることが、うん、何でも、うん、分かるよ、一緒にいれば、うん、全然だよね、丸尾さん11時半よく眠れますね、そうそうなん、11時半まで寝てたよ、俺から買い物行ってきたんだよね、うん、で古いねお弁当がいっぱいあるんで、それでさ、どれが行くんだいつうから、私ね、こう順番にあの、で、野菜室入れとくのよ、ほんでね、一番古いから食べさせる、自分が買ってきてほっとくからね、そうよ、みかんちゃん、私なら短時間なら吹けないよ、そうだよね、みかんちゃんもそう、私もそうだよ、時間かかるよ、あそこまで杖ついて行ってね、うん、行くまでが大変よ、あそこまでね、わかるよ、みかんちゃんね、すごいね、うん、やってることがチャランポランだから嫌なんだよね、れなちゃんよって、相原さん、か
買い物に行くときは着替えて行くかなって、うん、着替えとくシャツでは行かないね、エレナちゃんね、今日はさシャツ反対に着てないよ、下着、うん、着替えたんかね、あとはズボンも反対じゃないね、そうですね、うん、みかんちゃん綺麗にしようと思ったら時間かかる、本当だよね、うん、すごいね、うん、全くね、うん、でマロさんね、本当雑なんですよ、なんか言ってる、あ、なんか言った、パッと拭いてさ、ゆすがねえんだね、おかしいね、よしよしゃーそうでしょってね、私もそうだよ、時間かかるよ、だってさ拭いたやつさゆすがねえで、パッと引っ掛けただけ、拭いたのはゆすがないとね、おじいちゃん麦の裏と二尺なのに間違えるから笑ってね思うと、お麦じゃねえごめんね、表と裏のね、間違えるからねって、そうなのよ、ズボンもそうだよ、この間の穴開いちゃったでしょ、あれね前と後ろ反対に履いてて、お尻はゆったりでしょ、作りがね、だからあれだよ、前にして穴開いちゃったんだよね、無理がいくもんね、表と裏ってちゃんとあるわけよね、そうだね、今ね、拭いてそのまま汚い、そうでしょ、拭いてパッとここ引っ掛けてった、今ゆすぐよ、気持ち悪いよね、恐ろしいね、あ、出すね、よいしょよいしょよいしょね、ちょっとゆすがないとね、やっぱりね、早すぎました。早すぎましたね、うん。はい、ありがとうね。ありがとうございます。拭きましたね。気持ち悪いね、ありがとう、ありがとうね、あ、ジャスミンさん、アナーキズボン捨てましたか、はい、ないから捨てたと思うんですね、多分ね、みかんちゃん、椅子がないと気持ち悪い、そうだよね、拭きっぱなしじゃんね、ふみちゃん、開ければ何でもそれがおじいちゃんの流儀だって、本当ですよ、本当ですよね、そう思いますよ、ヨーグルトさ、ヨセさん、こんにちは、ナイスしましたって、いつもありがとうね、ヨーグルトさん、ありがとう、暑いね今日もね、モーさん、ヨセっていつもありがとう、ありがとうね、モーさん、暑いね今日もね、外暑いよ、中は涼しいけどさ、明日さ頑張ってデイ行ってくるかんね、ね、ほんとね、暑いよ、レイナちゃんよ、相原さん、ズボンのお尻の部分がダブダブしてアヒルみたいに歩いてましたね、ほんとね、ほんとね、アヒルちゃんだよね、確かに、ほんとね、格好がね、変わってる人なんですよね、もうさ32度だよ、今日は暑いよって、そう、埼玉もっと暑いよ、もうさん、こっちは36だよ、
今日もさ36ね、愛媛32、そっか、うん、4度高いよこっち、うん、ヨーグルトさん暑かったですってね、暑いよね毎日ね、うん、もうさ埼玉暑いんだね。そうだよ、あのさ新聞見たのよ、明日例の日はさ晴れだよ、明日も暑いよ、うん、明後日はさ見たらさ晴れのち雨になってた、うん、例のつく日ね、明日はさ天気がいいね、うん、やだね、うん、暑いよ埼玉ね、うん、もうさ34度か愛媛はね、うん、でも34でも暑いよなもうさんね、うん、今の時期じゃないもんね、もう9月だよね、うん、どうなってるんかね、まったくね、やだね、暑くってさみんなさお仕事してる人大変よね、私みたいにさうちから出ない人はいいよ、いつもね、うん、私出てないから、玄関降りるの大変なんだから、あそこ降りられないんだからね、だから出行く時もあそこね下駄箱つかまって降りて怖いよ、うん、ね、うん、もう埼玉暑いんだねって、本当だよもうさ暑いよね、暑くてさ、リモちゃん毎日暑い、部屋の中30度を超えたよ、泣くって、そうだ30度超えてるの、そう、うちはさあの4万にクーラー買ってからすごい涼しいんだよ、うん、8畳の4間とさ、お勝手とさ、12畳和室、全部効いちゃう、一つで。だからね、向こうのクーラーつけるしやない。天井のやつ、和室は。だから1台で行こう。だからアンペアも直してない。普通だったらさ、40じゃなく50にしなきゃなんだけど、40アンペアで大丈夫。そう、ジャスミンさん。省エネになりました、そうなんです、うん、電気量もね思ったよりね、信号はねすごいかけるんだよ、18度ぐらい自分の部屋ね、それでさ電気量も2万はいかなかったね、うんと19,480円、うん、約2万だね、うん、電気量来たのよ19,480円だ、そう、うん、アンペア直さなくて大丈夫だったんだねって、そうなんですよもうさ、うん、あ和室ね12畳さつけるじゃないのよ、4間のが直接以後向こうに向こうにあるから向きがまっすぐでしょ、だからねこのクーラー当たりましたね、うん、ネットでね、うん、信号いくらだったら16万だとかって言ってたよ、そうね、東芝です、東芝ね、上田さんエアコン何台設置してるんですか、3台です、2台だったんですけどね3台にしました、陽馬を、うん、この間信号がネットで頼んだんですね、うん、おしたらさほんと3台あるのよ、和室はね和室のかけてもこっちまで来ないから、うん、だけどね、うん、3台なんだけど2台しかつけてないです、慎吾の部屋と陽馬だけ、陽馬のがね和室に行くんですよ、さ涼しいのが、うん、だからねあれだよ和室はつけない、うん、ね、みかんちゃんすごい18度 C 信号って、そうあの子ね贅沢、すっごい贅沢ね、だから咳してることあるよね、うん、吉江さんが幼少期と比べたらあそう全然違いますか、違いますね、うん、私さ子供の頃、うん、
うちクーラーなんてなかったからボロ屋で、うん、暑い時はね濡れタオル濡れタオル清水っていうんですかこういうの脱いで裸でね濡れタオル背中に引っ掛けて夏過ごしました。うん、子供の頃ねクーラーなんてなかったようち、うん、ルートさん、ヨセさん、こんにちは、ナイスポチってありがとう、ルートさんありがとうございますね、カラスちゃんだよね、ルートさんありがとう、ありがとうね、うん、かわいいよ、うん、みかんちゃん、私なら絶対18度指示はしない、私もしないね、うん、すごいね、あの子ね、うん、贅沢なんだよ、あの子はね、ジポさん、18度設定、寒くないんかなって、私は20度以下にしたことはないよってね、そうだよね、うん、私も20度以下にしたことない、うん、リーちゃん、メガホン参考、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、こちら、上田さん、冷蔵庫、氷の魂入れるタイプですかって、うん、あのね、冷蔵庫ね、古いから、うちの冷蔵庫古いんですよ、もう28年、これも壊れてない、28年、だからさ、自分家でさ、あのお水入れるは作れるんですけど、うん、昔のやつ、お水張って、うん、できたら入れる、そういうのついてるんですよ。だけど慎吾はさ買ってくるんですね。はい、そうなんです、うん、これ古いですから28年持ってますね、すごいでしょね、ここの家建って新しくして冷蔵庫も新しくした、それがずっと今壊れてないんです、すごいでしょね、ね、壊れないですね、まあ、すごいね、マロンさん、今日は暑かったね、暑いね、コトネちゃん、こんにちは、ナイスポチー、ありがとう、ありがとうね、ダッちゃん、ヨッちゃん、髪の毛なに伸びたね、伸びたよ、伸びたね、マロンさん、28年、なかなか素晴らしいですよって、そうだよね、さすがに日本製ですねって、そうですね、これはメーカーなんだって、なんだっけこれ、うん、いやね、うん、あーもうさ長持ちだね、電化製品って、そうなのよ、うん、あのねすぐ壊れるもあった、うん、うちはね、掃除機がすぐ壊れた、うん、ナショナルのね、二刀流っていう高いの買ったのよ、そしたらすぐ壊れた、二刀流っていうの、ほんで今はね、うんうん、もっと安いのにした、ね、今の安いのね、結構持ってますよ、うん、電化製品も当たるとね、長持ちしますね、うん、壊れるのはすぐ壊れるね、うん、でもね、規則も、規則をさ守って使えば壊れるのはうちですね、うん、おじいさんがたまにさ掃除機ね了解かけるんだけど、綱がーって引っ張り出すのよ、ほんでね、赤い印がこれ以上引っ張っちゃダメだーっていう印あるでしょ、綱こうにね、コード、うん、赤いのね、やっちゃダメだよって言ってんだけど、それ以上引くとバーッと押すとくるくるって入るじゃない、自動的に、あれが負けない時ある、そう、やっぱり規則は守んないとね、そういうもんですよね、ほんとね、うん、ホースが一番ってね、そうですね、みかんちゃん、丁寧に使えば長持ちするね、ヨシエさんって本当だよね、何でもそうだよね、みかんちゃんね、うん、そう思うよね、うん、
みーちゃん、あの黄色のテープはここまで出してって、うん、意味らしいよ。そうだよ、うん、目で引っ張るとね、そういうことだよね、うんうん、あれ以上引き出しちゃう、こうパーッと押すとくるくるって負けるのが最後まで負けないもんね、うん、これですよ、うん、みほみちゃん、こんにちは。よせさん、ナイスしましたって。ありがとう。みほみおちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうね。うん、ありがとう。ね、うん、こちら、暑いね、みほみおちゃん。水分補給、気をつけてね。ね。おくちゃん、よせさん、今日もナイスしましたって。ありがとう。おくちゃん、風船ありがとう。ありがとう、うん、奥ちゃんも働いてるんだよね、うん、夜勤だって前聞いたことある、うん、奥ちゃんもね、うん、ね、ありがとうございます。みかんちゃん、荒くたんすると、うん、何がよせさんってね、壊れますよ、そうね、荒くたく、荒くたくすると壊れますよね。そうですね、うん、もうさん、職場の掃除機それだ、そうなん、うん、ほんと、うん、おくちゃん、メガホン10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、おくちゃん、うん、丸尾さん、電化製品も生き物と同じですよ。その通りです、うん、丸尾さんの言う通り、本当ですよ、うん、ね、雑に使えば壊れるよね。人間もそうだよね、丸尾さんね、そう思いますよ。無理するとね、ガタくるよね、うん、丸尾さんの言う通りです、本当ですよ、ね、うん、うん、みかんちゃん、荒く使うと壊れるよ、よせさんって、そうだよ、うん、規則守んないとダメだよな、うん、丸尾さん、そう思うんですよ、ありがとうございますって、私もその通り、うん、丸尾さんとかね、みかんちゃん言う通りだよね、うん、ほんとこれ以上出しちゃいけないってね、あれあるのにもっと引っ張り出すんだよね、分かんない人ってね、そんなもんだよ、うん、言葉が悪くてごめんね、よしえさん、大丈夫だよ、うん、大丈夫、荒く使えばそうだよ、ね、うん、大丈夫だよ、みかんちゃん、ね、うん、今日はね、うん、確かにセブンイレブン安いんだって、みかんちゃんね、うんうん、大変だね、お疲れがね、みかんちゃんね、5分でね、うん、電動だからいいけどさ、うん、大変ね、うんうん、丸尾さん、ついつい自分を荒く使ってしまったりありますね、本当ですね、うん、確かに、うん、自分を荒く使っちゃうよね、うん、私もそういうことは、そういうとこがあって無理したんかも、腰が曲がっちゃってね、ひねれちゃったね、無理して洗濯してた、うん、ね、うん、自分もそうだよね、自分の体もそうよね、確かに、うん、だ何ダックスふんどし、えダックス何ダックスふんどしさん、うん、こんにちは、あらふんどし、うん、ありがとう、うん、面白いお名前ね、うん、初コメってありがとう、ダックスふんどし様、初コメの方よろしかったらナイスよろしくお願いします。ありがとうございますね。黄色い鳥さん、いつもありがとう。
ヨセさんナイス、ありがとう、うん、フィールオイツオリさんありがとうね、秩父出身だよね、うん、よく覚えてるね、うん、みかんちゃん、まあ一人だから楽ですよ、あそういう点はあるね、うん、人がいっぱいいてさね、人のこともやるって確かにあるね、みかんちゃん、それも一理ありますよね、ね、うん、マルオさん、私はこれから大事にしてみますねって、そうですね、うん、マルオさん、ヨセさんも大事にしてくださいね、ありがとうございます、マルオさんありがとう、お優しいですね、マルオさんありがとうございます、ありがとうね、うん、黄色い鳥さん、秋の秩父帰りたいな、そうですね、秋いいね、うん、ほんとね、うん、秋は紅葉で綺麗よね、秩父もね、ほんとですね、うん、みかんちゃん、よせいさん、よ太郎さんたちが、あ、何、よ太郎さんたちばかりで大変だ、ほんとだよ、うん、今テレビ見てるよ、こんな人しかいね、うん、ね、こちら、あゆみちゃん、そろそろ仕事間に合えば夜中まで、夜中まで行きますね、ありがとう、まゆみちゃん、ごめん、あゆみちゃん、ありがとう、お仕事、うん、大変だね、この暑いのに、ありがとうね、うん、お茶ありがとう、お茶ありがとう、あゆみちゃん、ありがとうございます、うん、暑いから気をつけてね、ありがとう、あゆみちゃん、あれ見えなくなっちゃった、ダックスフンドシさん、黄色い鳥さん、相原仕事を辞めた、あ、辞めたんだよ、うん、辞めない方が良かったね、うん、負担がかかる、私、うん、テレビ一日見てるもん、ああやって、うん、ダメよね、うん、で昼間からね、うん、あのビール飲んでるようじゃダメ、遊んでて、うん、ダメよね、うん、ヤスミンさん、ヨセさん、今日はみんな穏やかで良かったですね、本当ですね、うん、こういうね、うん、本当だよね、うん、うちもね荒らされちゃうもんね、ジャスミンさんね、黄色い鳥さん、ついに知らなかったってね、うん、ひもやろうさ、ミスタードーナツ悪いけど、よたやろう、ナイスをしましたってね、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ありがとうね、うん、今までさ、暑かったんじゃん、寒かったん、ここ今暑くなったよ、西日が当たってきた、やっぱりさ、うん、今まで寒かった、うん、こっちに石で当たるからね、うん、お日様がね、うん、みかんちゃん、いつもそう言うけど本当に干しているのかな、ロセさんってね、うんうん、そう言うけど本当に干しているのかなってね、うん、そう、うん、黄色い鳥さん、あやらさんも今だね、ご苦労、うん、お疲れ様だったねって、うん、そりゃそうなんだけどさ、うん、働いてもさ、うん、テレビ見てうちのことやってくれないね、私のね、うん、できないことやってくれるっつんで置いてるんだけどやってくれないね、ちょっとね、うん、シンゴもやらないからね、働いてなくてもね、自分の部屋片付ければいい、片付けない、絶対片付けな